どうも、りゅうちゃんです。めんちゃん。今回はですね、僕のデミを紹介します。僕の、まあ実家のデミやな。はい。まあ俺のと言ってももう過言ではないでしょう。はい。実はこの車ね、もう14万キロほど走ってまして。めっちゃ走ってる。まあパッと見デミを知ってる人はわかると思うんですけど、ディーゼルなんですよ、うん、ディーゼルのグレードになってまして、マツダのディーゼルって結構いろいろあるやんか、いろいろ言われるよね、うん、で今回はその、まあ、デミオの14万キロ走った感想と、まあ、ディーゼルのその辺の話をちょっと深掘っていきたいなと思っております。はい、このデミオね、僕非常に気に入ってまして、うん、まあ、見た目もうな、10年以上前の車なんですけど、あんまり古さ感じにくない。まあ今も売ってんもんな、この顔で。うん、今マツダ2になって、まあこの辺の感じがちょっと変わって売ってんねんけど、まあマツダ2もすごい一回乗ったけど、よくなってんねんけど、非常にデザインまだバリバリ現役って感じで。まあ、この車の片隅は DJ になるんかな。DJ。うん。今も DJ なんかな、マツダ2も確か。ごめん、あんまその辺詳しくないけど、まあマツダ2になる前のデミオです、うん、でディーゼル、まあ、これが出たやつの割と最初の方のモデルになります。多分 前期後期とか組み分けするなら前期になると思いますね。この車ね、まあ、そんなに故障は多くないんですけど、うんうん、まあ、1個壊れたところ、まあ後で紹介するか、まあ、外観から軽く紹介していきましょうか。でまずこのフロントマスクですね、まあ、先ほども言った通り、まあ、結構こんな新しい車ではないんですけど、まあ、今でもそんなに古さを感じないデザインで、ディーゼルのグレーになるとこのグリルのこのラインが赤になるんですけど、うん、この青のボディに赤の差し色っていうのが結構おしゃれかなと個人的には思ってます。で外観特に別にいじってるところはなくてですね、まあ、ホイールも純正ですね。でタイヤが今レグノになってるんですけど、実はこの車の純正のサイズではないんです、これ。あ、そうなん。うん、サイズがね、これ1955516になってまして、うん、これ純正のこのグレードやと確か1855-6016とか、ちょっと分厚くて、ちょっともうちょい厚みがあるから純正のサイズは、うん、なんですけど、そのサイズって結構特殊で、うん、なんかこの車ぐらいしかあんま使われてなくて、あのそういうタイヤって同じグレードでも値段高かったりするやんか、高いな、特殊なサイズやと。で割と1955516って割と汎用性の高いサイズになってるんで、今回こっちにしてます、うん、外形ちょっと変わるんで、まあ、あの走りの感じとかも若干変わるんですけど、車高もちょっと落ちるし、ここも広くなるんですけど、それ以外は特にデメリット感じず、普通に乗れてるんで問題ないかなって感じです。結構おすすめです、このサイズ1955516、うんうん、後ろは特に言うことないな。普通やな。なんかいじってない車ってこんな喋ることないねんな。まあ、特に普通ですね。うん、うん、あのマツダスピードの古き良きステッカーと、お前賛否両論あるであろうマフラーの、マツダスピード、うん、マツダスピードのマフラーのカッター、マフラーカッターっていうのかな、マフラーカッターな、それがついております。ちょっとだけチューニングされております。あと本来はこの反射板もついてなかったんですけど、このリフレクターないんや。あ、そうそうそう、これもなんか貼るだけのやつで、うん、なんか中華製かなんかで安いのあったんで、これだけつけてます。じゃあちょっとエンジンルーム見ていこうか。スカイアクティブテクノロジー、はい、ディーゼルエンジンですね。 1.5 リッターのディーゼルになるんか。 1.5 なんこれ、うん、1.5、 これな、めちゃめちゃよく走る、マジで速い、うん、もうこの車格で 1.5 のディーゼルやったら速そうやな。トルク確か42キロぐらい、38か、なんか40ぐらいあんねんか。例えばそれをガソリンエンジンの NA とかで出そうとすると、多分3リッターとか4リッターぐらいいるんですよ、うん、だそれぐらいのめちゃめちゃ排気量のある車と同等のトルクが出るこのエンジンはやっぱ優秀やし、優秀やね、うん、しかも燃費もいい、まあ、だいぶエンジンちょっとへたってる感じはあるんですけど、それでも燃費全然20超えるし、お、しかも軽油やから
リッターあたりの経費っていうかな、かかるお金もすごい少ないから。優秀やな、うん。まあまあまあ、走るに関してはもう申し分ない感じっすね。あれと大違い。あれ、そうやな。これと大違い。多分な、費用、多分1000円で走る距離、多分倍違うと思う。倍違うやろな。うん、もしかしたら倍以上かな。こいつ平均燃費 8.4 です。ああ、じゃあ多分3倍ぐらい差ある。すげえな。うん。こいつが100キロ走ってる間に、こいつ同じ値段で300キロ行けたり。優秀なエンジンやな。優秀優秀。マジで優秀。まあ、この車はさすがに14万キロ。さっきもちらっと触れたんですけど、何個か故障箇所があります。うんうん、まずミラーっすね。ドアミラー。ドアミラー。ちょっと色はあんま気にせんといて、うん、ドアミラーね動かなくなりました。ああ、よくあれだ、ね、ほらグラグラなって、普通ももっとしっかりしてんねんけど、うん、触って動くぐらいグラグラになってます。中の多分種子のギアが死んでるん、ね、うん、ギアが多分おかしくなってる、お亡くなりになってるね、うん、修理するのに数万円かかるから、うん、まあ、ミラーぐらいいっかっていう感じでそのまま乗ってます。でもう一個壊れた箇所がございまして、ここですね、オルタネーター。オルタネーター。まず第一現象としては、まずこのファンベルトっていうのがついてまして、このベルトね、こいつがちぎれました。ほう、うん、まあその前から前兆はあったんですけど、まあ、あの見た目で分かるぐらいヒビヒビなってたんですけど、うん、まあ、そのまま乗ってたら案の定切れてしまいまして、でその際はベルトだけ変えてもらったんですけど、そのあとしばらくするとこのオルタネーターが壊れました。でどう壊れたかっていうと、今ここにこうプーリーっていう、まあ、ベルトがかかってる軸みたいなのがあるんですけど、うん、こいつがこのオルタネーター本体のとこからポキッとこう折れた、折れまして、なんか走ってたらゴラ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 みたいな、うん、とんでもない音が、見たら折れてました。これだいたい6万ぐらいで直りました、うん、もうちょっと高かったですね。大きく壊れたのはほんまそれぐらいで、あと特にマジで消耗品ぐらいかな、オイル、タイヤ、バッテリー、まあ、この辺ぐらい、うん、だからぶっちゃけディーゼルってさ、なんていうのかな、まあ、結構マツダのディーゼルやばい、壊れるとかさ、やめた方がいいとか言われてるけど、まあ大丈夫じゃねっていう感じですね、うん、まあ、走行環境にもよるんじゃないかな、そういうの。あ、まあ使い方にもあると思うけど、この車もに関しては1回の乗る距離が10キロ以上の場合が結構多くて、うん、まあ、そういった走行環境が合えばマジでディーゼルいいかもしれない。確かに多分中にススとか、あの俺も見たことあるよ、あのインマに外してこう、あのスプーンでかき出すやつ、うん、まあ、あの状態に多分なってるとは思うんですよ。一回もそういうことしてないんで、うん、まあそういうことせずとも、まあ、14万キロ走り切れてるっていうのは、このエンジンの耐久性は証明されてるんじゃないかなとは思います。あとな、まあ不具合箇所で言うとオイル漏れてますね。なんか言ってたなこの前、うん、オイル漏れてるね。オイル漏れてますね。なんか直せよとか叩かれそうやけど、オイル漏れ高いんでちょっともう許してください。修理するの高いんで。やっぱディーゼルってエンジンオイルにこうすすが混ざってこうすごい酸性になりやすいな。でそのオイルでこうずっと走ってると、やっぱシールとか、あとパッキンとか、まあ、エンジンの中の部品、ゴム部品とかがガソリンエンジンよりも傷みやすいのは傷みやすいんで、まあ、ディーゼルにエンジンオイル漏れはまあつきもんっていう感じですね。まあオイル漏れしてても、あのオイル量きちっと管理してて、そこから漏れが広がって他に影響することがなければ、まあ、例えば他の部品にかかって壊れたりとか、そういった影響がなければ普通に乗れちゃうんで、実際は直した方がいいのは確かにいいんですけど、まあ、今特に問題なく乗れてるっていう事実がございまして、しばらくはこのまま行きます。そうですね、10万キロを超えたあたりからやっぱ冷感時のトルクが出なくなりました。やっぱりエンジンピストンでこう動いてて、でピストンリングがそこに入ってて、そのピストンリングがちょっと摩耗してるんやろうな。ディーゼルって、まあ、詳しい人分かると思うけど、まあ、圧縮点火っていうかな、なんかガソリンエンジンみたいにこうプラグがないよね。プラグがなくてエンジンの圧縮だけで爆発させてるんですよ、うん、その圧縮がエンジンの摩耗によって低くなると、
もうパワーそのものが出にくくなるんです。で、感じ、エンジンかけ始めとか冷えてる時は特にその現象が出やすくて。なんで冬場、ほんまに1月2月、本当に寒い時エンジンかけて発電しようと思ったら、まあ、その辺の軽自動車ぐらいの加速しかしないです。全然遅いな。温め合ってくると、さっきも言った通り、あの40キロぐらいのトルクあるんで、まあまあバリバリトルク出るんですけど、うん、まあ新車の時はさすがになかったんですけど、まあ、10万キロ超えたあたりから出てきたっていう感じですね。あ、別にそれでも全然乗れないレベルではないんで、まあそういう個性として個性ね扱ってますと。中行こうか。これが内装になりますね。メーター周りこんな感じで、真ん中にタコメーターがあって、ちょっと右下に速度がデジタルで出ます。で、前に目をやると、こんな感じで、なんていうのかな、これ。ヘッドアップディスプレイ。前見てると、目線をそんなにずらさずに速度がわかるんで、走ってて非常に楽ですね。まあ、エアコンも、エアコン周りこんな感じで、感覚的に触りやすさやな。そうそうそう。このダイヤルがすごい、うん、なんかクリック感っていうかな、回した時にこうクリックリって止まる感じがあって、すごい使いやすいいいエアコンですね、これは。で、これがモニターなんですけど、まあナビが使えたりテレビが見えたりするやつなんですけど、まあ最近のナビがすごい大きくなってる流れを慣れてる人からするとちょっとちっちゃく感じるのかな、これ。ちっちゃいな。7インチぐらいですね、多分。これあのナビ触れる。うん、この辺に。ここはちょっとヨーロッパ車っぽいね、こういうの。うん、これの走りながらこう、そうそう、慣れたらノールックでこう操作できるから、すごい便利です。この辺も川張りになってるし、ここデミオやのにな。このグレードの車で、こういう川張りっていうのがちょっとおしゃれよね。うん。なかなかいい感じ。まあ、同価格帯で言ったら、ヤリスとかそれぐらいかな。あー、ノート、ヤリスとか、ビットぐらいの、ね、レベルの車格帯で、こういうところがおしゃれよね、マツダ車っていうのは。じゃあ、ざっくり紹介したわけなんですけど、この車、まあ、やっぱディーゼルで特殊っていうところで、まあ、向いてる人、向いてない人、絶対あると思います。うん、まあ、ベタに言われるのは、やっぱりディーゼルなんで、一回乗る距離が少ない人、まあ、いわゆるちょい乗りが多い人は、やっぱり避けた方がいいのかなと思いますね。うん、あと、まあ、アウトドアとか行く人で、例えば、アイドリングを長期間する時とか、まあ、ガソリンエンジンの場合も良くはないけど、ディーゼルはもっと良くない。うん。うん、すすが溜まりやすくなるから。だからそういう使い方が想定される人はあんまり良くないかもしれない。逆に向いてる人は、まあ、1回乗る距離が長い人、10キロ以上の人とか、まあ、それ以上、まあ、長距離めちゃめちゃ乗る人はいいと思う。っていうのはやっぱトルクあるし、軽油やし、安いから、まあ、そういった意味でも経済的から。今この車結構中古相場落ちてきてて、もうこの同じ車、同じグレードぐらいだと、まあ、50万ぐらいで全然探せたり、まあ、100あれば、うん、もう程度結構いいの買えると思いますね。なんで見た目も今風で良くて、内装も結構おしゃれな感じで、まあ5人乗りで使いやすくていいんじゃないかなと思います。まあ、さっきも言った通り本当なかなか壊れんくて、うん、もうディーゼルだから敬遠してる人は、まあ、一回こう逆に乗ってみるのはありかな。乗り味の話する？乗り味？まあ、いろいろあるやんか。この車格で、例えば、ビッツとか、うん、あと何？フィットとか。ビッツ、ヤリス、フィット、ノート、かな。マツダの車全般に言えることかもしれないですけど、やっぱりトヨタとか日産とかに比べると、足回りはちょっと固めかなって感じ。で、スポーティーに振ってるから、やっぱハンドリングとかは、まあ、小気味いい感じにはなってます。で、まあ、そんなにバネは、だからといって硬くはないんで、まあ、後ろはちょっと跳ねるかなって感じですけど、うん、前乗ってたら全然乗り心地悪いとは思わないですね。あと、ま、この車の、まあ、バランス的にやっぱディーゼルエンジンなんですごい前が重たいんです。ディーゼルターボで。前が重いね。うん。前が重くて後ろがちょっと軽いんで、そのあたりのちぐはぐ感はなくもない。
そういう意味ではガソリンモデルの方がいいかもしれない、うん、の方が多分あのハンドリングとかはいいはず、うん、ちょっと前が重いから例えばカーブでこう切り込んでいって切り込む時は前に荷重がかかってるからすごいこうグッて入るねんけど、そこからこうさらにスピードを上げていったり負荷かかったりするとちょっと前がこう逃げていくような、うん、アンダーいわゆるアンダーステア傾向のハンドリングかなっていう感じですね。まあ、山とか走るというよりはやっぱロングツーリングが、うん、高速とか長距離が向いてんのかなとは思いますね。まあ、ただこうククっていうハンドリングはあるのはあるんで、パドルシフトもついてるんで、うん、家庭の事情でスポーツカー乗れない家庭の方でもおすすめですね、うん、スポーツ感は間違いなく味わえると思います。では今回は僕のデミオの、まあ、語りたいこと語る動画でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。